ここがブラインドアタックのトンネル？マジで？急勾配すぎね。というわけで Any D 聖地巡り旅です。グランツーリスモ7、リアルエディション。前が見えないです。タイヤと路面のグリップも水の膜に阻まれてます。今どうなってるのかというとですね、新型シビックタイプ R が発表された時期の朝の5時頃です。東京のホンダの本社に実際に行ってみてきたんですよ。そして収益化停止中で時間あるから、前回体力切れで断念した、Any D聖地巡りもついでにやろうと思い立ったわけです。初日については特に言うことないですよ。深夜料金で高速乗って東京まで行って、15時につくば市のホテルにチェックインしただけだからね。それにしても霧もひどい。リアフォグをトンネルから出るたびにつけたり切ったり忙しい。ホテルグランド東雲ってところに泊まったよ。一泊3000円ちょいと安いので、聖地巡りで泊まるにはいいかもですね。まあ当日の朝というか、数時間前に撮ったからその値段かもな。リアルの方の時間がないから、かなり飛ばしていきます。朝5時くらいに宿を出て筑波山行くよ。筑波サーキットの筑波でもあるけど、夜暇もなかったね。そしてこのエリア、一面がずーっと田んぼで、夜明けの景色が気持ちいい。この時点で、筑波山、八方ヶ原、円名と回って、余裕があれば MF ゴーストの聖地、箱根にも行ってみようかなと計画中。結局全部回るのですが、やっぱ遠くに来ると距離感バグりますね。正直無理をしました。そして今すでに、フルーツラインを東から登っています。走りや対策か路面がいじられてますね。こりゃ飛ばせねえな。さて頂上まで来ました。あの R34 が FD に並びかけた、三角コーンの U ターンのところです。右に行くとそのままダウンヒルなのですが、一旦左にそれて駐車場に寄ります。ちょっと行ったところに、フットになっていた駐車場があるんですよ。地図を見ると、こっちはこっちでなんとかスカイラインというらしい。ロードスターもいますね。まあ私は秒で引き返したけど。というわけで戻ってきました。ダウンヒルコースへと入っていきます。ただ、なんというかがっかりでしたね。ワンハンドステアの S2000 と、86との壮大なバトル。その面影は感じられず。映像作品で見るより、ずっと窮屈で急勾配だよな。こんな下りを R34 で攻めたら、そや2本目でタイヤも垂れるだろ。あとEny Dの聖地の中では、比較的コースの全長が短いですね。残念なのは、連続 S 字のリズムが変わるところや、FD が R34 を抜き返したところが、よくわからなかったこと。そして変速溝落としとか、東道塾の二人がギャラリーしてた場所とか、ピンときませんでしたね。真夏っていうのも効いてるかもな。草木が反応しててよく見えない。そしてこの左が最終コーナー、死ぬ気で突っ込め、多分ここら辺の路側帯で、ケイスケさんとケンタ、嫌味だぜおっさんが喋ってたんでしょう。嫌味だぜおっさんってもっとマシな呼び方あったろ。ここで気取りたい方は、パワーウィンドウを開けてガッツポーズしましょう。下り切った後に聖地巡礼始めるな。さて北の方に行きますよ。ブラインドアタックの八方ヶ原、東道塾の円名、今回は行かなかったけど、大天ロードスター通るのもみじライン、その3点セットのエリアです。昔すぎて細い道を覚えてないんだけど、手前の方のスマートインターで降りて、南から上がっていくことにしたのね。最初の方は、スリルと見通しのバランスがいいワインディングだったんだけど、途中から不安なくらい、文明と隔絶された森が続く。この辺の区間とか最高なんだけどな。ですよね、見通しがいいしうねうねも絶妙だし、安全にハイスピードで流せる道なのですが、ここから先が地獄なんよ。やがてセンターラインもなくなり、どんどん狭くなっていきます。そして何よりも問題なのが、地面の落石と声だ。こういう道でのパンク経験が足を引っ張って、特に中盤以降は、ほとんどペースアップできませんでした。道中で2台、走り屋やってるスバルに道を譲ったけど、あいつらどういう神経してんの？一度パンクすれば大失敗。まあ対向車と道にはなれるだろうけどさ。さてまだまだ始まったばかりだぞ。体感90分くらいノンストップで山登りだったな。こんなところで何してるの？20キロ圏内に道路以外の人工物がないような場所だよ。嫌なタイミングで対向車も来やがるぜ。この幅なら余裕よ。動画外で小動物の飛び出しがちょくちょく。バトル中に出てくるのも納得。まあ出てきたとしてブレーキ踏むかね。ちょっとラインがブレるくらいに収めた方が、見てる方にも自然な気がするが。そのブレた隙に86が車体をねじ込んだら、ちょっとだけ接触してしまう。そんな熱い駆け引きでも悪くなかったかもね。そしてどの辺からバトルコースなのかも分かってないのですが、いきなり聖地です。この左の駐車場、多分ピットですよ。また出たぞ。ふみひろさんの心配性が、そうじゃないんだって。というわけで運転中はピンとこなかったのですが、このまま八方ヶ原バトルコース行きましょう。ここを並んでスタートしていって、左コーナーに入っていったんですね。そしてアスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる、拡幅工事が終わった新設の第2セクションだか、通過したハイポイントコーナーはどこ？よくわからないまま進んでいきますが、走った感触として、勾配きつい。ここを帰りには登ってこなきゃいけないのに、よく FD じゃなくて86出したな。まあでも同時に、タイヤを使い切って飛ばすには、あまりにもバンピーでトリッキーで狭い。というかここら辺から道路幅広くなったよね。
どこからが第2セクションなんだろうね。これは夜は街灯もない真っ暗な峠道になるだろう。よくヘッドライト消したまま走り回ったな。そしてこの橋ですよ。スネークヘアピンの4つ目。アニメで見るよりも、勾配もカーブそのものも険しい。プリウスの車重じゃ、変に攻めたらアンダー出して事故りそうです。そして、消えるラインのオーバーテイクは、どこで仕掛けたんでしたっけ？ヌアーン眩しいなもう。1日目の朝はあんなに大雨だったのに、この時に限って真夏したくなってんじゃねえ。聖地を楽しむというより、物理的に地形がわからない恐怖に、怯えながら走ってる感じが強かった。この下り坂で、最高速度を記録するわけね。そして橋の上の右カーブ、ここからは本物のパワーが必要なんだ。東道塾の卒業生と間違えてるぞ。そしてここから、また一気に上りが険しくなるんですよね。下りと比べれば楽だと思われがちな上りだけど、加速が鈍らされる分、コーナーでロスすれば取り戻すのは難しい。こんな路面じゃ、乱暴にアクセルを踏んでも滑ってロスになって終わり。荒れた路面の中で、タイヤ1本分の誤差も許されないようなラインに、絶妙なコントロールで乗りつつ踏み続ける。パワーがあってもなくても、運転なんて突き詰めていけば、荷重移動とタイヤマネジメントに尽きるわけですね。そしてこれは私が、マニュアルトランスミッションにこだわらない理由でもある。さあ、来たぞ。ここが例のトンネルか。なんかタイヤ痕ある。まあまあ、それにしてもすごい勾配だよな。こんなに急カーブなの？映像で見てもなんかおかしいでしょ？道の角度が変だよな。映像でもわかる通りの勾配だ。ピッチング方向にもロール方向にもな。そしてまたここから先の上りもきついのよ。え？凌介はここを走り込んだ上で、86を送り込んだの。って呆れるレベル。というかさ、どこが U ターン地点なのかわからなかったよ。ごめん。ここか？わからん。ゴール地点がわからなくて、発砲が腹はグダグダになってしまいましたね。映像じゃ映ってないけど、落下物がひどすぎる。もうちょっと思い切り走りたいけど、こんなところでパンクしたら詰む。下りになっちゃったし、バトル区間終わったっぽいな。見た目以上に道幅狭くなってんのに対向車だよ。私は慣れてるからいいけど、免許取り立ての初心者さんでも、安心して楽しめそうな聖地がない。そして最悪なことが起こります。私が落下物にビビってブレーキを踏んだ後に、知らぬ間に真後ろに来てたインプに気づく。ありえないぜ、私の後方確認頻度でも気づけなかったなんて、あいつ一体何キロで走ってきたんだ？まあ車重とタイヤグリップで、物理的なコーナリング限界というのは決まってくる。50から80キロくらいで抜けることになるだろう。こういう時インプみたいな、小柄なハイパワー四駆は強いですよね。路面の荒れた短い直線区間でもしっかり伸びるし、軽いから減速もコーナリングも限界が高く、安定性と相まって限界領域でのコントロールもいい。何より横幅も小さく収まるので、突発的なすれ違いも容易。この道ならポルシェや R35 を持ち込んでも勝てない。ダウンヒルに限れば、現状で最強の車があるなら S6 かもしれんな。ドリキンの軍災アタック動画に出てくる、ショップのデモカー並みに作り込めばなおさらね。ワゴン R でも、ミラでもいいんだぞ。軽さと熟練に勝るものはない。この手の急勾配急カーブになると、途端にプリウスはダメですわ。重すぎて遠心力で剥がされる。公道で安全マージンを残した状態で走ってても、タイヤの限界に到達できるだけのシャシーではあるんだけど、それは車重ゆえに限界が低いという解釈かもしれない。特に雨の日のハードブレーキングや、この手の急な峠の下りで、乗り物の弱点を思い知らされる。その重さとホイールベースの分で、直進安定性はドイツ車並みなんだけどな。今すごい車のヤードあったね。さてさて、このまま北上していくと、東道塾のホームコースの園内にたどり着くよ。正直、もう疲れてるよ。映像で見てるのと、実際に運転するのとじゃあ全然違うんだよな。警戒しつつ何百個とあるカーブを曲がると、また一台だな。BMW の5シリーズか。この道を走るにはでかくて大変だろう。ところで気づきましたか視聴者さん。すれ違った車のほぼ全てが、真っ昼間なのにヘッドライト全開であることに。特に現代車の LED は白く輝くから、霧の切れ間やコーナーミラーの端っこでも、はっきりと認識できることが多いんだよね。ライトの使い方一つとっても、運転に対しての熟練度や真面目さが分かれるわけだ。私も状況に応じて昼間から使うことは、言うまでもないですね。トイレ休憩もしたいし、珍しいながら、コンビニでちょっと休憩していきます。ここ朝の9時からなんだけど、10分前くらいに着いたんだよね。ホテルを出たのは朝5時半頃、ここまでノンストップ。すでに3時間近く経過か、先は長そうだな。さて入ってまいりました、エンナの上りです。上から見たらこんな感じ、スイッチバックで登ってますが、どこかへ繋がるでもなく、地図を見ても、北の方に繋げたくなるような都市もなく、何のために開拓された山道なんですかね。そして頂上まで登った後、Uターンしてダウンヒルに入ります。後ろは絶対見るな。急旋回転までの縛りか、プリウスなんか、全部 EV モードで下ったのにな。エコな旅ですよほんと、プリウスの 1.8 リッターエンジンが出す排気ガスなんて、たかが知れてますからね。
それにしてもこの下りも結構きついですよ。特にちょくちょく来るヘアピン、個人的に感じることなんだけど、地図上で見るカーブの半径の小ささより、ロール方向というか、斜め勾配との組み合わせと、路面の荒れ方というかガタガタレベルの方が、カーブの危険度を高める気がしますね。カーブの R がどれだけきつくなろうと、基本的にはタイヤのグリップ限界に照らし合わせた、コーナリングスピードに落ち着くからな。サーキットのような平面を理想として、雨、ガタつき、勾配、落下物、対向車、その他イレギュラーが行動にはある。特に好き勝手飛ばせるような道って、それだけ人の生活からも、道路整備の優先度からも遠いって意味ですからね。まあ私はそれが、公道を走ることの楽しさだと思います。瞬間的にタイヤの限界が見え隠れして、公道ではこれ以上はいけないなと体感する。サーキットに練習に行くのは、その後でもいいんじゃないかなと思います。ちょうど足回りにも手が加えたくなってくるでしょうし、とりあえずは、四輪のサスペンションの動きと、車のピッチングとロールを感じるところからだな。流れに乗って山道走ってるだけで十分。むしろ正確なコントロールの練習をするなら、飛ばしてはいけない。何せここは東道塾のホームコースらしいからな。あえて ABS を切って、ブレーキングの練習をするらしいじゃないか。やってみるといいですよ。どこでタイヤのグリップが限界を迎えるか、わかるようになるから。ゲームと現実は違うんだぜ。本格的なペースアップは、乗り物と神経が繋がってからだ。別に運転に限った話じゃないね。さてさて、ちょっと仮眠していきますかね。私もイニシャル D や湾岸が好きだけど、暴走行為の正当化はしたくないし、車と人を殺したくないんだ。おっとそのバス内輪差で出てきそうだね。こういうのも慣れっこですよ。大型車のはみ出しは日常だからね。ここら辺は塩原温泉というらしい。川沿いに宿が立ち並ぶ観光地だ。つまり人間もわらわらいるわけで、まあ大したスピード出さないよね。何よりもこの電柱がクセモノだ。40キロ制限で車線幅も狭いし、絶対大型車がはみ出してくる。すれ違いでパニクらないためにも、車を選ぶときは、横幅をちゃんと考えましょうね。私が具体的な数値を出すなら、1800ミリを超えないところかな。プリウスは1760、86は1775、さっきのインプは約1700らしいぜ。ちなみにちょくちょくガバッと左右に揺れるのは、スムーズなコーナリングより、対向車を意識してるからだと思います。ここから一方通行になって道が分かれるんですね。面白いですね。さてここからは箱根に行きますよ。渋滞してる首都圏を通ってね。さてタイムラプスで高速道路走っていきますよ。いい具合に空いてたので、先も長いし今のうちに行けるところまで行こうと思います。同じ GR プリウスいたよ。珍しいけど基本的に何も印象ないよ。たまにちょっとだけ雨降ってる夜に、リアフォグつけてるくらいだよな。それにしてもなんというか、東海地方と違って、皆さんマナーいいですね。タイムラプスで見ててもわかるだろうけど、追い越し車線に誰もいなかった。もちろん、私の後ろにも誰もいない。混んできたら飛ばすのはやめようと思ってたんですが、意外にもスイスイと流れます。まあここら辺から地獄の追い越し車線詰まりが始まるんだけどね。このちょくちょく左から抜きそうになってるの草でしょ。タイムラプス撮影だったから、余計に滑稽に見えるな。実際はクルコンで走ってたのに。交通量が増えた途端にこれですよ。やっぱり都市部と昼間はクソですね。そしてこの先には渋滞の文字。どこ行っても大渋滞。東京ってクソだわ。名古屋県も混雑のクソさは大さないがな。そしてこのまま箱根に行って、MF ゴーストの第一線コースをちょっと走ります。日が沈む頃に箱根を出てから、寝まくりながら帰ったのでむっちゃ時間かかりましたね。首都圏済みの方には何も珍しくないくるくる。カーブの形が変なのは、クロソイド曲線を採用してるからなんでしょうか。かなり明るいし、ルーレット族を自称するアホみたいにタイヤの限界攻めない限り、危なさがないな。あそこでスピンして事故るとか、根本的にタイヤの使い方や荷重のかけ方わかってないよね。だっさ、渋滞中は、これくらい車間取ってゆったり走るんだよ。名古屋なら3台には入られてた。それにしても首都高、すごいステージです。MF ゴースト最終戦は、案外首都高かもしれないですね。大気圧1バールに、タービンでプラス2バールの圧力をかけ排気量 2000cc を3倍、単純計算で 6000cc エンジンにする。まさにモンスター86だ。輸出用のファイナルに変え、インプレッサの駆動系を移植して 4WD か。カムシャフト、ピストンコンロッド全てを乗せ替え、トップエンドは11000回転へ。 MF ミッドナイト、私が同人誌として書こう。取材のために首都高を知らなきゃいけないから、東京近郊のガレージ付き邸宅を経費で落として。むちゃくちゃだよな。フェンダー、ドア、バンパー、ルーフ、全てカーボンか。クラッシュしたならパイプフレーム。仕上がりは底知れぬ速さを持つ。さてこのまま箱根行きましょうか。動画は一巡切らせていただきます。意味 D 聖地巡礼は残すところ、妙義山と小丸峠と黒 FD とランエボとカプチーノと矢筆峠だけですね。うん、行く気がしないな。まあまあ、ではご視聴ありがとうございました。